1964年、アメリカ合衆国大統領選挙は、アメリカ合衆国史の中でも最も一方的な、選挙の一つになった。現職大統領リンドン・ジョンソンは、前任者ジョン・ F ・ケネディの暗殺で一年足らず前に、大統領職を継いだが、ケネディ人気にうまく自身も乗せることができた。ジョンソンはまた、対抗馬である共和党で、アリゾナ州選出アメリカ合衆国上院議員。 バリーゴールドウォーターを1930年代に作られた社会福祉プログラムの廃止を望んでいる派だと批判した。さらにゴールドウォーターならばこの国をソビエト連邦との核戦争に突入させるかもしれないと主張した。ジョンソンはこれらの要素をうまく働かせて50州のうち44州とコロンビア特別区を制し容易に当選した。 2007年時点で、ジョンソンとゴールド・ウォーターの一般選挙における、得票率差22.6ポイントは、大統領選挙の歴史の中で5番目に大きなもので、ある。ジョンソンは、一般選挙で61.1%の、得票率となったが、これは1820年以降の大統領候補者が、得たものとしては最高となっている。 ケネディ大統領は1963年11月22日にテキサス州ダラスで暗殺された。ケネディ支持者はカリスマ的指導者を失ったことで衝撃を受け悲嘆にくれた。対抗する大統領候補者は殺害された。大統領の政策に反対して出馬することには間が悪い立場に立たされた。その後の複合期間、共和党の指導者たちは不敬に思われないように、 政治的停止期間を要求した。主要政党の候補者は誰もが1964年1月までは、ほとんど政治活動を行わず、その後に、公式の予備選挙の季節が始まった。当時、政治評論家の多くは、ケネディの暗殺がこの国を政治的に不安定な状態にしたと見ていた。民主党の大統領指名候補者、ジョンソンの大統領候補指名は、 確定的だったが、ジョンソンは、党大会を支配し、公民権に関する公然の闘争を避けることを望んだ。それでも、公民権問題に関しては指名の時期に二つの派から、挑戦を受けた。人種差別主義者で、アラバマ州知事のジョージ・オレスは、ジョンソンに対抗して、北部州での多くの予備選挙に出馬し、メリーランド州、インディアナ州を呼び、 ウィスコンシン州の予備選挙では、ジョンソンに対する当て馬である、地元出身のお気に入り候補に対して驚くべき、前線をした。予備選挙での総得票数全国党大会では、統一ミシシッピ州自由民主党が、党の規則に基づくのではなく、公式のミシシッピ州大議員団が、事務苦労法の予備選挙で選ばれていることを理由に、自分たちが、 ミシシッピ州の大議員であることを主張した。党のリベラル派指導者たちは二つの議員団で公平に議席を配分することを指示した。ジョンソンは正規のミシシッピ州民主党ならばどうしてもゴールドウォーターに投票するであろうが彼らを拒絶することは南部の票を失うことになると心配した。結果的にヒューバート・エイチ・ハンフリー、ウォルター・ロイター、さらには 黒人公民権運動の指導者であるロイ・ウィルキンス、マーティン・ルーサー・キング・ジュニア及びベアード・ラスティンが妥協を、工作した。ミシシッピ州自由民主党は2議席を得た。正規のミシシッピ州大議員団は、党公認候補への支持に対する制約を求められた。今後の民主党全国大会は、人種差別選挙で選ばれた、大議員団を受け入れることはないとされた。 ミシシッピ州自由民主党の弁護士、ジョセフラオは当初この取引を拒否したが、最終的その議席を受け入れた。ミシシッピ州とアラバマ州からの多くの白人大議員が制約に署名することを拒否し、会場を後にした。若い公民権運動家たちはいかなる妥協にも不満を抱いた。ジョンソンは選挙で南部の多くを制したが、ルイジアナ州、アラバマ州、ミシシッピ州、 ジョージワ州を呼び、サウスカロライナ州は落とした。ジョンソンはまた、ケネディ大統領の弟で、司法長官のロバート・ケネディとの問題があった。ケネディとジョンソンは1960年の大統領、選挙以来互いを嫌っていた。ケネディがその兄の副大統領候補に、ジョンソンがならないよう格索した時に、その溝が深まった。 1964年初め、ロバート・ケネディはジョンソンを嫌っていたにもかかわらず、ジョンソンに自分を副大統領候補として認めるよう敷いた。ジョンソンは、現行閣僚には誰も民主党公認の2枚目の切符を渡す考えはないと宣言することで、この脅しを排除した。ジョンソンはまた、 ケネディが1964年民主党党大会で予定される演説を使って大議員の中に感情の高まりを作り出し自身をジョンソンの副大統領候補に指名させるのではないかということを心配するようになった。ジョンソンはケネディの演説を慎重に大会の最後の日に組み入れその副大統領候補がすでに決まった後になるようにした。 民主党全国大会のすぐ後で、ケネディは、ジョンソン内閣を去り、ニューヨーク州で合衆国上院議員の議席を求めて、出馬することにした。ケネディはその年11月の選挙で当選した。ジョンソンは、その副大統領候補として、ミネソタ州選出合衆国上院議員で、公民権運動の活動家でもある、ヒューバート・エイチ・ハンフリーを選んだ。 共和党の指名候補者予備選挙共和党の予備、選挙結果共和党は1964年に、その保守、右派と中道保守との間でひどく分裂した。元副大統領のリチャード・ニクソンは1960年の大統領選挙で、ケネディとかなりの接戦を演じた上で敗れ、その後1962年のカリフォルニア州知事選挙でも敗れたために出馬しないことにした。 党首流派のニクソンは共和党両派との結びつきがあり、1960年の時は両派をまとめることができた。ニクソンがいなければ、両派が指名を求めて全面的な政治的な戦状態になることは明らかだった。アリゾナ州選出合衆国上院議員のバリー・ゴールド・アウターは保守、右派の代表だった。保守派は、 伝統的にアメリカ合衆国中西部を地盤にしていたが、1950年代からは南部や西部でも力をつけていた。低い税金、個人の権利と企業の利益を支持する小さな連邦政府を支持し、社会福祉プログラムには反対していた。また、北東部に地盤がある中道派の君臨に不満を抱いていた。1940年以来、 東部中道派が共和党の党大会で保守派の指名候補者を破り続けていた。保守派は東部中道派がその哲学や政府に対処するやり方で民主党左派と対差ないと思っていた。共和党の指名を得るためにゴールドウォーターの主要対抗馬はニューヨーク州知事で長い間共和党中道派の指導者であるネルソン・ロックフェラーだった。ロックフェラーがゴールドウォーターによって 指名争いから追い出された時に、当中道派は、ペンシルベニア州知事ウィリアムスクラントンに乗り換えて、彼ならば、ゴールドウォーターを止められると期待した。ニューハンプシャー州予備選挙では、ロックフェラーとゴールドウォーターが有力と考えられて、いたが、記名投票で、候補者名簿には載っていない候補にも投票ができた、ことから、1960年の大統領選挙で、 ニクソンの副大統領候補だったヘンリー・カボット・ロッジ・ジュニア、中南ベトナム大使が勝利。さらに、マサチューセッツ州とニュージャージー州予備選挙でもロッジは勝利したものの、彼自身が大統領候補としての指名を求めないと宣言するに、イタリ・ロッジへの支持はやんだ。ゴールドウォーターはニューハンプシャー州で敗れたにもかかわらず、選挙運動を続け、入りのイ州 テキサス州をびインディアナ州の予備選挙でほとんど反対なく勝利し、ネブラスカ州の予備選挙ではニクソン担ぎ出しという手強い挑戦にも勝った。ゴールドウォーターは多くの州委員集会でも勝利し、さらに多くの大議員を集めた。一方ロックフェラーはウェストバージニア州とオレゴン州の予備選挙でゴールドウォーターに勝利し、スクラントンは出身州である。 ペンシルベニア州で勝利した。ロックフェラーもスクラントンも大半が北東部だが、いくつかの州東院集会で勝利した。ロックフェラーとゴールドウォーターの天皇さんは、カリフォルニア州予備選挙だった。1963年にロックフェラーは突然妻と離婚して、その後まもなくかなり若い女性と再婚した時に、不快な報道を受けていた。 その女性ハッピー・マーフィーがロックフェラーと再婚する前に突然前夫と離婚していた事実があり、ロックフェラーは彼女と婚外交渉があったという噂が流れた。このことは共和党内の多くの社会保守主義者を怒らせ、その多くはロックフェラーが他人の妻を寝取ったと囁いた。これらの告発にもかかわらず、ロックフェラーはカリフォルニア州の世論調査の大半では、 ゴールドウォーターにリードしており、予備選挙の数日前にその新妻が息子、ネルソン・ロックフェラー・ジュニアを出産した時は、勝利に向かっていた。その息子の誕生が、不倫問題を全面かつ中心に押し出すことになり、ロックフェラーは、急速に世論の地盤を失った。ゴールドウォーターが51%対49%という、僅差で、 予備選挙を制し、重大な対抗場でありなんとか、指名争いに残っていたロックフェラーを排除した。予備選挙での総督票数サンフランシスコのカウパレス、アリーナで開催された1964年、共和党全国大会では、党中道派と保守派が公然と互いを抽象し合うことになり、最も苦い大会になった。ロックフェラーは、 その演説のために演題に立った時想像し、ブーイングで迎えられた。その演説では厳しく党保守派を批判し、そのことで、傍聴席にいた多くの保守派は彼に、大声でわめき立てた。中道派の集団がスクラントンを担いで、ゴールドウォーターを止めようとしたが、ゴールドウォーター側は、容易にその挑戦を退け、最初の投票で、大統領候補に指名された。 大統領候補指名投票の結果は以下の通りだった。副大統領候補には知名度の低い共和党議長でニューヨーク州北部選出の合衆国会議員ウィリアム・リ、e、ー・ミラーが指名された。ゴールドウォーターは彼ならジョンソン大統領の石頭を追い出せるからミラーを選んだと述べた。指名受諾演説でゴールドウォーターは次のように言っている。この演説は 多くの共和党中道派にあまりに侮辱的な挑発と受け止められ秋の本選挙で民主党への投票を招く一員となった。ゴールドウォーターは保守派を急合することに成功したものの一般選挙ではその支持基盤を広げることはできなかった。共和党大会の少し前ジョンソンが提案し署名して法制化した1964年公民憲法にゴールドウォーターが 反対票を投じたことで、共和党中道派の大半と疎遠になっていた。連邦政府が法制化することではなく、個別の州の問題だというのが、ゴールドウォーターの持論ではあったが、この事実は、ゴールドウォーターを人種差別主義者として、ジョンソン陣営から、ネガティブキャンペーンにさらされる口実となった。その場で不用意にコメントしたり意見を述べたりする。 ゴールドウォーターの以前の言動も批判の的となり、これも多くが民主党のネガティブキャンペーンに広く利用された。1961年12月の記者会見で、時々私は東海岸を切り離して海に流してしまったら、この国がどんなにうまくいくだろうかと思うんだが、とコメントししばしば関連付けられる自由経済と社会政策を嫌っていたことを表明した。 だが、ジョンソン・ジニエが、テレビ広告でこの発言を引いて、社会保障を削減して、自己責任にしてメシー川流域開発公社を売却するかのように懸念したことから、そのまま自陣営に跳ね返ってくることになった。クレムリンの男子便所にでかいのを一つ落としてやれという、大便の用を足すことと米軍の核攻撃を引っ掛けた、ジョークも、 ゴールドウォーターの最も有名な出現になってしまった。有力な共和党中道派がゴールドウォーターを支援しなかったことも彼にとっては打撃だった。ニクソンやスクラントンのように忠実に選挙運動を行った者もいたのだが、ロックフェラーやロムニーはゴールドウォーターの選挙運動に加わらず案に拒否の姿勢を示した。アイゼンハワーの強力な後ろ盾があれば、 ゴールドウォーターの選挙運動は有利になったかもしれないが、そのアイゼンハワーにしてさえ全面支援していなかった。1960年代初頭にゴールドウォーターは、アイゼンハワー政権を10セント雑貨店のニューディールと揶揄していたし、1964年7月に、実定で大学の管理者ミルトン S ・アイゼンハワーが大統領候補となる可能性について尋ねられた際にも、 一つの時代にアイゼンハワーは一人で十分とコメントしていた。こうした意見もあってかアイゼンハワーはゴールドウォーターを支援することも批判することはなくゴールドウォーターのテレビ広告に一度出ただけだった。東部共和党の声を代弁していたニューヨークヘラルドトリビューンですら一般選挙ではジョンソン主人を表明し有力な共和党政治家の参加はなかったものの ジョンソン共和党組織まで作った中道派まで現れた。メディアを再生するレーガンが打ったテレビ広告選択の時その一方でロナルド・レーガンはゴールド・ウォーターを支持するテレビ広告を打ち好印象で受け入れられた。ゴールド・ウォーターの助言者が国中の地方テレビ局でそれを流させたことは非常に評判になった。1966年にレーガンは 地滑り的勝利でカリフォルニア州知事に選ばれたが多くの歴史家たちはこの演説がレーガンの俳優から政治家への変わり目だったと考えている。ジョンソンは自身を中道と位置づけゴールドウォーターを過激主義者と見させることに成功した。ゴールドウォーターは戦争や核兵器及び経済に関して率直な発言をする習慣がありこれがかえってマイナスになった。 メディアを再生するデイジーガールのテレビ広告最も有名なものでは9月7日にジョンソンが打った俗にデイジーガールと言われるテレビ CM がある少女がノ原ハラでデイジーの花びらをワン、ツー、スリーと数え少女がナインと呟いたところでテンと男の声が重なり少女の黒い目がクローズアップされると 9, 8, ともにナイン、エイト、セブンと カウントダウンが開始。やがて、321と続いて画面は真っ暗になり、ゼロで核爆発の映像が流れると、ジョンソン大統領の声で、これは大いなる賭けだ。神の子がすべて生きられるのか、闇にたどり着くか互いに愛し合うのか、それとも死に絶えるのかというナレーションが続く。この広告は、 ゴールドウォーターの提唱するベトナムで戦術的核兵器を使用するという発言に反応したものだった。メディアを再生する共和党員の告白ジョンソン陣営が打ったもう一つの広告共和党員の告白はサンフランシスコでの共和党大会に押しかけたクークラックスクランを引き合いに出してゴールドウォーターを支持する保守層に結びつけたものだった。有権者は 次第にゴールドウォーターを右翼が勝った候補者と見るようになり、ゴールドウォーターのスローガン、彼は正しい、それが、本音は、ジョンソンジュニエーによって、彼はバカ、それこそ、あなたのガッツ、インユアガッツ、有能。ヒーズナッツとか、彼ならやりかねない、それが本音とか、さらには、彼は曲だ、それが本音とパロディ化されてしまった。ジョンソンですら、ゴールドウォーターよりは、 マシという皮肉に満ちた文句を掲げたボタンをつけるものまで出る始末だった。ジョンソン人への最も大きな心配事は重要な州で低投票率に導く有権者の無関心だった。これに対応するためにジョンソンの広告の最後は常に11月3日にはリンドン B ・ジョンソンに投票をあまりに大変な賭けなのであなたは家にいられないという文句で締めくくった。 民主党の選挙運動は他に二つのスローガン、LBJ と共に進もうと、LBJ は USA のためにがあった。この選挙運動は元大統領ハーバート・フーバーの選挙に伴い、10月20日の週に中断があった。副務期間に選挙運動を行うのは不敬と考えられたからだった。投票は1964年11月3日に行われた。ジョンソンは、 一般選挙の得票率61%以上を取ってゴールドウォーターを封砕した。これは一般投票が初めて国全体に広げられた1824年以降最大の得票率だった。最終的にゴールドウォーターは出身州であるアリゾナ州とディープサウス5州を取っただけであるがレコンストラクション以降はずっと民主党が勝利していた。 ミシシッピ州やアラバマ州ばかりか、レコンストラクション期間中でさえも共和党が勝利しなかったジョージア州で共和党が勝ったことは民主党の公民権政策で従前の民主党支持者が疎遠になっていたことを示した。この年は南部にとって大きな転換点となり民主党のもとソリッドサウスが共和党の拠点になる過程の重要な一歩だった。それでもジョンソンは 元アメリカ連合国11集合計で、過労死じて一般選挙の多数を確保した。ジョンソンの圧勝は、多くの保守派共和党議員も落選させ、議会で保守派連合に打ち勝つ、多数派与党を確保させた。この選挙は、アメリカ合衆国憲法修正第23条の下で、コロンビア特別区が大統領選挙に参加したことでは、初めてのものになった。 州ごとの結果接戦だった、州青字は、民主党、赤字は、共和党が勝利したことを示す。数字は、得票率の差。得票率差1%未満、アリゾナ州、0.99%得票率差5%未満、アイラホ州。1.83%フロリダ州、2.30%、得票率差5%以上10%未満。 ネブラスカ州、5.21%バージニア州、7.36%ジョージア州、8.25%カンザス州、9.03%ユータ州、9.73%バリーゴールドウォーターは1964年の選挙で大敗を喫したが、それに続く保守派革命の基盤を作った。ゴールドウォーターのためのレーガンの演説、草の根組織、 および共和党の保守破壊期は1980年代の霊岸革命をもたらす一助になった。実際に今日の指導的政治家の多くはゴールドウォーターのために働くことで正解に初めて入った。ジョンソンは1964年選挙での勝利から国内での偉大なる社会プログラムを打ち出し、1965年の選挙権法に署名し、 貧乏との戦争を始めた。ベトナム戦争を拡大させたが、それがその人気を蝕むことになった。1968年までにジョンソンは人気が衰えたので、大統領候補としては撤退しなければならなかった。さらにその国内政策は、フランクリン・ルーズベルトの民主的ニューディール連合から、労働組合員や南部人を去らせることになり、 レーガン民主党の減少につながった。その後10回の大統領選挙で民主党は3回しか勝てなかった。コラムニストのジョージ・ウィルはこのことを1964年選挙から引き続く影響として票を数えるのに16年間を要しゴールドウォーターが勝ったと表現した。この選挙では以下のような記録があった。ありがとうございます。